はい、皆さんこんにちは、あげです。今日は、個人的に気になっている通貨について話していきたいと思います。DeFi 銘柄のイアンファイナンスのプラットフォームで使われているガバナンストークン、イアンファイナンストークンについてですね。で、このイアンファイナンストークンはレンディング系コインで、そのプラットフォームは、いろんな仮想通貨を組み合わせて利息収入を代行して行ってくれるプラットフォームになります。2020年7月18日に取引が開始されたトークン で、 ICO とかプレセールのような事前の買い参入は設けてなくて、平等に取引が開始された通貨ですね。7月18日の取引開始時の1イアンファイナンストークンの価格が約3400円ですね。で、1ヶ月後に1万2000ドルをつけてビットコインをその時超えています。総発行枚数が3万6666枚 で、現在流通しているのが3万5521枚。時価総額ランキングが現在141位。ビットコインの総発行枚数が2100万枚なので、イアンファイナンストークンの総発行枚数が約700分の1になりますね。総発行枚数が少ないので価格上昇もしやすい通貨になってますね。なので保有者にとってはメリットだと思います。で、現在価格が約120万円ほど、120万円いってないですね。で、アルトコインなのに2021年5月に900万円をつけ、900万超えをして最高値はビットコインを超えている唯一無二の仮想通貨になってます。イアンファイナンスの高騰原因として考えられているのが、レンディングサービスの DeFi 以外にもクジラが事前に買えなかった状態だったことと、で、枚数3万6666枚で、希少性が要因として考えられています。イアンファイナンスの開発者アンドレ・コロンジュさんっていう方が開発したんですけど、で、アンドレさんはこのイアンファイナンストークンに関して話しているのが、経済価値がゼロで無価値なトークンだと主張していて、で、イアンファイナンストークンは買わないでステーキングして稼いだ方がいいと呼びかけているようです。で、これまでアンドレ・コロンジュさんの発言がイアンファイナンストークンの相場にも影響を与えていて、なのでイアンファイナンストークンに関して言えばイーロン・マスクみたいな存在ですね。ただこのアンドレさんは2020年7月に自らその管理のすべてをイアンファイナンストークン保有者に移していて、で、管理の権限を完全に現在破棄しています。分散型なのでトークン保有者に議決権を任せるっていうことだと思いますね。で、プラットフォームをちょっと見ていくと、イアンファイナンスに預け入れたトークンは Y トークンに変換されて、そこからレンディングサービスができるようになります。で、ボルトをタップするとこんな風に投資可能商品の組み合わせが表示されて、で、その組み合わせによって年利が異なってますね。で、その中から自分の好きなものを選択して、で、選択すると詳細が表示されて、で、その資金の運用方法とか戦略などを見て資金の預け先を決める流れになってます。下のガバナンスっていうメニューを押すと、これはイアンファイナンスの運営に関するフォーラムのページで、ここからイアンファイナンストークンを所有している人は議決に参加することができます。運営方針ですね。なので、これから既存の銀行が淘汰されて中国のようなデジタル元とかデジタル円でデジタルドルに切り替わって、で、金融サービスに DeFi の技術とレンディングが広がりを見せてくると思うので、金融サービスの DeFi の先駆けとなったイアンファイナンストークンは1枚は持っておいてもいいかなとは思っています。
まあ、あとは発行枚数が非常に希少性が高いので、そこも個人的には注目しています。なので今はビットコインが死んでからの現物はイアンファイナンストークも含めて買いに行くつもりでいます。今回は個人的に気になっている暴落後に狙っておきたい通貨について考察してみました。以上、ご視聴ありがとうございました。青木でした。今回私がチャート分析したほとんどの暗号通貨はバイナンスで取引することができます。バイナンスは多くの暗号通貨のエアドロップにも対応しており、信頼できる取引所になっています。動画説明欄のリンク経由からの口座開設で永年手数料 10% がキックバックされます。国内取引所のフォビジャパンでは動画説明欄のリンク経由からの口座開設で1000円相当が付与され、現在ウェルカムキャンペーンで5000円入金で1万円、販売所取引で12,000円、取引所取引で12,000円、最大40,000円相当のフォビトークンが抽選で付与されます。国内取引所のビットポイントでは100枚以上のトロンを保有することで2023年6月10日までエイプ NFT が毎月付与されます。バイビットではビットダウを保有することでローンチパッドで先行利益を得ることができます。ディープコイン取引所ではディープコインの取引をすることができます。追い証がないのでトレード資金以上の損失を出すことがありません。プロトレーダーにトレードを任せることができるコピートレードで有名なビットゲット取引所もおすすめです。ビットゲットではランカートークンのビットゲットトークンの取引をすることができます。 BingX では毎月お得なキャンペーンを実施しているのと、私のリンク経由からの口座開設で350テザーが付与されます。 MEXC では独自トークン MX トークンの取引ができ、機能的にはバイナンスと同じくらい充実している取引所になっています。私のリンク経由からの口座開設で永年手数料 10% がオフになります。 OKX 取引所はテンセット銘柄が多く上場している取引所になっています。動画説明欄にキャンペーン詳細等貼ってあるので気になる方は見てみてください。 Twitter や公式 LINE の方でも情報発信や相場のことをつぶやいたりしているのでフォローお願いします。